というわけで、はい、カラフィナ9プラス1ツアー海外公演 in 台湾、2日間にわたって、はい、無事に今終わりまして、はい、はい、いや台湾ね、熱い、激熱、台湾熱かった。台湾に、戻ってきたのは、はい、約1年半ぶり、はい、アルバム Far on the Water を引き下げたツアー以来だったんですけれども、はい、今誓ってます。これも会場のちょっとなんかあれでいいです。今片付けてます。今ちょうど絶賛片付け、はい、片付けビーもうお客さんも本当に盛り上がってくれて、ね、実は国内ツアーとはまたちょっと違うセットリストで歌わせてもらったんですけど、はい、日本から来たお客さんはね、多分日本で見たセットリストと違ったので、サイン会の時にも、あ、この曲来たんですねみたいな感じで言ってくれる方も多くて、うん、本当に嬉しかったし、やっぱり空の教会作品を台湾の方もすっごく愛してくれてるのが歓声で伝わりました。嬉しかったね。よかった。そうですね、やっぱり海外に来るとその土地の言葉喋るんですけど、うん、今回はスンフーっていう言葉を覚えましてスンフーっていうのは気持ちいいっていう、マッサージに行った時に思ったんですけどスンフーを T シャツをこう触りながらスンフーってめっちゃ笑ってくれてよかったです。受けてました。グッズ紹介の時にまさかのそのね、台湾限定の T シャツの生地がね、はい、スンフースンフーってずっと言っていてなんかそれも会場のみんなとのコミュニケーションを取れて、はい、私たちもなんか毎回帰ってくるたびに距離がどんどん縮まってるなっていう風に思う、そんな台湾公演でございました。皆さんにまた戻ってきますっていう風にね、お話ししたので、はい、はい、また戻れるようにね、日本で活動頑張っていきたいと思います。今回も温かい声援本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは9プラス1ツアー、はい、音楽の旅、続いては香港ということで、はい、香港の皆さん待っててください。待っててください。そして台湾の皆さん本当にありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。またね。シュ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 。があったから今こんなにたくさん香港に来れているんだなというのを、そんなことをかみしめながら今日最後のファイナル立たせていただいたんですけど、またステージ上で約束をしたので、はい、戻るよっていう約束をしてきたので、またみんなのその気持ちにお応えできるように活動頑張っていけたらと思っております。今年のテーマでもある9プラス1まだまだ続くので、このツアーが終わっても10周年まで走り続けます。皆さんぜひカラフィナの10周年までのその感想っぷりを一緒に歩んでいただけたらと思っております。
食べて食べよう。